マシンなんて嘘だ。なあ、サンボに牛丼でも食いに行かないか。ああ、めんどい。腹は減ってないのか？減ったけどさ。煮え切らない男め。ラージハドロンコライダーにはマジ癒されるよな。貴様、今何と言った？ラージハドロンコライダー知らんの？いて、何すんだよ。寝ぼけているのか？寝ぼけてないよ。そのラージハドロンコライダーとは何なんだ？セルンだよ、セルン。その施設の実験装置、略称は LH。 マジ燃えるからおぬぬめ。
お前、人でないものにも性欲を。ねえよ。でもなんつーの、見ててワクワクするっつーの、ニヤニヤできるっつーの、そんな感じってあるやん。そういえば少し前は工場や高速道路の高架下がたまらないとか言っていたな。そうそう、あれと一緒。セルンか。ジョン・タイター。ああ、ジョン・タイター。オカリンが言ってたのって今アットチェンで祭りになってるやつのことだったんだな。それは偽物である可能性もある。俺が言っているジョン・タイターは10年前に現れた方だ。10年前にも現れた？同一人物？とにかくジョン・タイターがセルンのことについて触れていた。タイターはこんな予言を残した。すなわち2034年までにセルンがタイムマシンを完成させると。おお、タイムマシン、まさにタイムリーな話題じゃん。でもそれって10年前じゃなくて今のタイターも言ってた気がする。10年前だろうが今だろうがどちらでもいい。それより気にならないか、ダル。この奇妙な符号はシュタインズゲートの選択である可能性が高い。タイターって信頼できるん？信頼できるかできないかはどうでもいいのだ。俺たちと奴は今タイムマシンというキーワードでつながっている。そのタイターが言及したセルンについて念のために調べたとしても損にはならないはず。ダル、セルンについて詳しく。オッケー、僕のセルンフォルダが火を吹くぜ。セルンは世界最大の素粒子物理学の研究施設だよ。ヨーロッパ素粒子物理学研究所だとかスイスとフランスの国境近くジュネーブ郊外にあってさ、古いところだと HTML や HTTP ワールドワイドウェブを生み出したところってんで有名。ワールドワイドウェブだと？それってインターネットの？ビンゴ、 URL の最初についてるやつ。日本じゃそんなに馴染みはないけど、日本の研究チームも現在進行形で参加してたりするのだぜ。セルンはどんな研究を？基本的には素粒子物理学かな。世界でも唯一セルンしか持ってない超でかい実験装置を持ってるんだ。いわゆる粒子加速器ってやつ。低速汎用子蓄積リング、陽子シンクロトロンブースター、大型電子陽電子コライダーで、ラスボスは世界最大を誇る LHC、ラージハドロンコライダータン。 LHC はセルンの地下にある全長約27キロのサークル状トンネルに設置された粒子加速器なんだよ。陽子同士をそのトンネルで加速させて衝突させることで未知の素粒子反応を起こそうって実験を去年あたりから始めてる。まあ実験開始前はその実験でミニブラックホールが作られちゃうかもって噂もあったな。そのミニブラックホールに地球が飲み込まれる、宇宙がやばいみたいな。
現実にそうなる可能性はあるわ、ねえよ。セルンが公式に否定している。もし仮にミニブラックホールが生成されたとしても、エネルギー量はすごく小さいから生まれた瞬間に消えるね。地球を飲み込むなんて全然無理っしょ。だが火のないところに煙は立たない。聞いて驚く。悪の陰謀の匂いを嗅ぎつけた。ジョン・タイターとセル。その二つの言葉から俺が言いたいことは分かってもらえるはずだ。ああ、そうだな。奴らは機関とつながりがある可能性が高い。偶然だと？おいおい、あまり俺を失望させるなよ。そうだな。あえて言えば、囁くのだよ。俺のマッドサイエンティストとしての直感がな。奴らは世界を滅ぼそうとしている。ああ、ミニブラックホールによってだ。だが、もしもその技術を俺たちが横取りすることができたら、どうかな。当然だ。俺を誰だと思っている？全てはシュタインズゲートの選択だよ。エル・プサイ・コングレ。お前は一体誰と戦っているんだ？誰よ。俺たちのやるべきことは一つだ。やるべきこと？なんぞ。なんぞではない。引き返すな。そこは全てを組んでにやりと笑うのだ。でないとスーパーハカーらしくないだろうが。オカリンはいつも説明不足なんだっつうの。カッコつけるより先に分かるように話してくれ。お前はスーパーハカーだ。ハカーって言うな。せめてハッカーにして。あとは分かるな。いや全然。セルンにハッキングしろ。それはひょっとしてギャグで言っているのか？誰？お前ならできる。奴らの悪事を暴き、タイムマシンについてのヒントを手に入れろ。悪事ってオカリンの妄想だろう。電話レンジカッコカリをタイムマシンとして使えるようにするか、このままただのダサ作としてラブの倉庫で眠らせることになるか。今がどうなっても知らないぜ。交渉成立だ。すぐ取り掛かってくれ。報酬のポテチ1週間分はスイスの銀行に振り込んでおく。うはっ、みなぎってきた。